20番フォワード川本理央です。今シーズン J1 の清水エスパルスから期限付きで移籍してきたフォワードの川本理央選手。各年代別の日本代表経験を持ち、相手の背後への抜け出しや強烈なシュートが武器のストライカーです。今シーズンこれまで13試合に出場し2得点を挙げていて、今後のゴール量産が期待されます。ファジアの岡山に決めた理由を教えてください。清水エスパルスにいた選手、石毛選手だったり西村選手から話を聞いて、ここなら成長できると思って決めました。来てみて本当に真面目選手が多くて、まあサッカー部分もそうですけど、サッカー以外の部分でも食事の面だったりとか睡眠だったりとか、もうそういうのすごい勉強になる選手が多いんで。そんな川本選手には8歳下の双子の弟がいます。その可愛い弟たちと電話で話すことが息抜きでもあり、練習や試合への励みになっているそうです。自分が点取った試合だったり出た試合をすごい喜んでくれるんで、早くこのファジアの結果残して弟が喜んで姿を見たいと思うし、かっこいいお兄ちゃんでいたいんで、そこを頑張りたいなと思います。可愛いですね。可愛いですね。可愛いですね。はい。また同じく清水から新加入した梅田選手とは、中学生の頃から清水エスパルスのユースで一緒にプレーしていた中、梅田選手の印象を聞いてみると、面倒くさがりで、めちゃめちゃネガティブで、でも優しい人です。はい。梅田選手見てますけどでも料理うまいです。あ、はい、じゃあちょっとカレーばっか作ってます全然川本選手褒めてないですよねさらにこんな仲良しエピソードも。川本選手が運転免許を取得するまでは、梅田選手の車で清水の練習場まで連れて行ってもらっていたそうです。ただよく集合時間に遅れていたそうで、梅田選手に乗せてもらってたんですけど、時間を遅れることがちょっと多くて怒られてそしたらその日をきっかけに、やっぱ敬語を使った方がいいなと思って敬語を使ってたんですけど、そしたら2日か3日後ぐらいに、お前は敬語を使わなくていいって言われたんでそこからもう、はい、お前それ言う前に敬語使ってないそもそもいやでもいい兄弟みたいな感じでやらせてもらったんです。仲良しでね、はい。今シーズンの目標を教えてください。10ゴール決めたいっていうのはずっと思ってて、決めなきゃいけないと思うし、何のためにファジアーノに来たかを証明するには、自分のその10ゴールっていうのは達成しなきゃいけないと思うし、どん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 振って試合で点決めれればいいなと思います。今思っている課題とかってありますか？まあ、課題は、まあ、途中から入ってきた中で自分が何ができるかっていうのをすごい課題に挙げられてて、まあ、選抜で出たい部分もあるんですけど、その途中で時間が与えられた時に自分が何ができるかっていうのをもっともっと突き詰めてやっていかなきゃいけないと思うし、その中でのシュートだったり、まあ、そうですね、シュートを打つことっていうのは一番課題に挙げられてます。途中出場で出られる時はどういうことを意識されてるんですか？まあ、試合の状況にでもあると思うんですけど、まあ、でも相手に差をつけるだったら、やっぱシュート打ってゴール決めないといけないし、まあ、自分たちが勝っている状態だったら時間を作ったり、チームのために自分がどれだけできるかっていうのは途中から出て、一番フレッシュな状態なんで、それはエスとも意識してます。今ハマっていることはありますか？今ハマっていることは、マテちゃんを飲むことと、マテちゃん、はい、マテちゃん飲むこと、と、はい、あと自炊ですかね。あ、自炊、はい、自炊、最近自炊始めて、はい、自分でなんかそのなんかレンジでできる料理とかを
なんか YouTube で見ながら自分でも作ってみたりして、それをあの親とかに送ってます。あ、写真をですか、はい、最近は何を作られました？最近はほとんど鍋系ですけどあ、でも鶏肉めちゃめちゃ好きで、はい、なんか鶏の胸肉をなんかどうやったら柔らかくできるかっていうのをめちゃめちゃ調べて、それをその YouTube 通りにやったらすごく硬くなっちゃったっていうのがある。硬くなっちゃったんですか？はい、なんでちょっと違うやり方探したいなと思って、はい、今研究中。研究中です、はい、料理は。なんかでも栄養とか考えるの大変じゃないですか？そうですね、実際今まで、まあ、寮に住んでたんで作ってもらう側だったので、まあ、行けば食べれてた状態だったんですけど、まあ、今はその、まあ、大体6時ぐらいにご飯を食べるんですけど、まあ、5時に自分で支度していろいろメニュー考えたりするっていうのは、実際なんかその寮で作ってもらってた人のありがたみも知ったし、今本当に大変だなっていうのは感じました。親にも感謝しなきゃいけないなと思いました。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。